5秒で解けますか？知っていればサクッと答えを出せる単位変換の問題です。始めましょう。時速 72km は秒速何メートルですか？では解説をします。結論から言うと 3.6 で割れば一発で答えが出ます。よって72÷3.6 を計算して秒速 20m が正解となります。この理由を詳しく説明します。まず時速 72km に線をかけてメートルに直します。時速は1時間で進む距離、分速は1分間で進む距離、秒速は1秒で進む距離です。時速 72,000m は1時間、つまり60分で 72,000m 進むので、60で割って分速に直します。分速 1200m は1分、つまり60秒で 1200m 進むので、60で割って秒速に直します。すると秒速 20m に変換できました。この流れは線をかけた後2回60で割ったわけですが、逆に言えば60を2回かけて線で割ったもの、つまり 3.6 で割れば一気に変換できることになります。